山形県のほぼ中央に位置する村山市。東に甑島岳、西に葉山を望み、中央を母なる川、最上川が流れています。風光明媚な自然と食、そして文化が織りなす村山市の魅力をご紹介します。市内東部にある東沢バラ公園、7ヘクタールの敷地に2万株のバラが咲き誇る日本有数のバラ園です。バラ園としては全国で唯一、環境省香り風景100選に認定されているほか、平成27年には恋人の聖地にも選ばれました。毎年6月と9月にはバラ祭りが開かれ、世界各国のバラや村山と名付けられたオリジナルのバラなど750品種を見ることができます。6月のバラ祭りの時期にはさくらんぼが旬を迎えます。寒暖差のある村山市の気候はさくらんぼの栽培に適していて、全国でもトップクラスの品質を誇ります。市内の観光さくらんぼ園にはその味を堪能しようと毎年大勢の観光客が訪れます。夏の村山市といえばこちら、山形県を代表する夏祭り、村山徳内祭りです。軽快なお囃子に乗せて披露される勇壮な踊りは圧巻です。パレードの沿道では職人技が光る山車や躍動感あふれる踊り手たちを間近で見ることができます。またステージではパレードとは一味違う趣向を凝らした演出を楽しむことができます。徳内祭りが終わると季節は秋。9月上旬から中旬に満開を迎えるのが白くて可憐な蕎麦の花です。13の蕎麦店が加盟する最上川三男所蕎麦街道があり、11月には板蕎麦祭りが開かれます。引き立て、打ち立て、茹で立ての3立てが美味しさの条件ですが、新蕎麦の時期にはさらに取り立てがプラスされます。こだわりの4立て蕎麦、その香り高き村山市の蕎麦をぜひ一度味わってみてください。最後に交通アクセスです。 JR は村山駅をご利用ください。東京駅からは山形新幹線でおよそ3時間です。飛行機でお越しの際は山形空港が便利。村山市までは車で15分ほどです。お車の場合は東北中央自動車道の東根インターで降りてください。皆さんのお越しをお待ちしております。